本日のお題はこちら。ゆっくりしていってね。さて、本日は臨時で急遽動画を投稿するぜ。これ、韓国に対する一連の輸出優遇解除の件よね。なんで突然？まずな、霊夢の日韓問題の動画のパート2が無駄な上に、その次にも急いでやらないといけない内容があって、下手をするとこの件をまともに扱えるのが4月になってしまうので、時事問題ではなくなってしまうんだぜ。ああ、だから急遽今回やるわけね。そうだぜ。ただ、本来なら資料の吟味とテキスト作成と動画編集で延べ8時間から10時間くらいかかるものを、2時間程度で仕上げないといけないので、かなり、雑になる、から、その点だけ了承してほしいぜ。まあ、じっくりやっている時間もないしね。一応、4月に入って続報等あれば、ちゃんとした動画にはするだろうけどな。あと、今回引用記事は記事ページの画像だけだから、本文は元記事か今回の動画のテキスト版を参照してほしいぜ。じゃあ説明に移るぜ。まずこの2023年3月5日の読売新聞の記事なんだが、日本政府は、韓国向け半導体材料などの輸出管理の厳格化措置について、韓国政府が対抗して行った世界貿易機関、WTO、への提訴を取り下げれば、解除する方向で調整に入った。当時は、安全保障上の対応、と説明していたが、元徴用工問題をめぐる韓国側への、報復措置、との見方が出ていた、と書かれているぜ。そして次に、同日のテレビ朝日のニュースでも、日本政府は、今後、韓国に対する輸出規制の厳格化措置について解除することを検討しています、となっていて、一連の徴用工裁判と輸出優遇解除の件が関連付けられ、徴用工問題の解決が輸出優遇解除の件とリンクしていると書かれているな。これおかしくない。この説明だと、ワッセナー、アレンジメントやキャッチオール規制、その後の韓国政府の反応と矛盾してしまうのだけど。そうなんだぜ。しかも、この読売とテレビ朝日で報じられた内容と全く同じものが、韓国メディアでも報じられていたものだから、いろいろと混乱が起きていたんだが、これ以前動画にした産経の事例と同じで、記者の意見を政府の公式であるかのように書いた、というだけだぜ。またそのパターンなの？そうだぜ。次に時事通信の2023年3月6日の記事を読むと、岸田首相が国会答弁で、労働者、元徴用工、問題とは別の議論だ。日韓当局間の政策対話が困難な状況になっている。韓国側に適切な対応を求めていく。と答えていると書かれていて、政府の公式では依然と変わらず、別件、となっているんだぜ。まあそりゃそうよね。読売やテレ朝の通りだとすると、政府が自分たちが長年言っていたことと真逆のことを言い出したことになってしまうし。そして興味深いのが次で、朝日新聞でさえ岸田首相による、安全保障上の観点から輸出管理を適切に実施するために行ったものであり、労働者問題とは別の議論だ、という答弁を引用していて、別件であることをちゃんと記事化しているんだぜ。さらには、数週間前に問題記事を書いた産経も、今回は、徴用工訴訟問題の解決に伴う対韓輸出管理の緩和については、安全保障上の観点から輸出管理を適切に実施するために行ったものであり、徴用工訴訟問題とは別の議論だ、と強調。韓国側が対抗措置として世界貿易機関、WTO、に提訴していることを踏まえ、WTO の紛争解決プロセスの停止を含め、韓国側に適切な対応を求める、と述べた。と書いているんだぜ。ああ、今回は問題記事を書いた朝日と産経も、ちゃんと、記者の感想、ではなくて、政府の公式見解、を書いているのね。そして次の FNN の記事を読むと、この件の詳細がわかるぜ。記事では、経済産業省は先ほど、2019年7月に発表した韓国向けの輸出管理強化について、双方が2019年7月以前の状態に戻すべく、関連の2国間の協議を速やかに行っていくこととしました、と発表した。また韓国政府は、日本側の輸出管理強化について WTO、世界貿易機関に提訴しているが、関連する協議が行われている間、
WTO 紛争解決手続きを中断するとしていると書かれていて、一見すると読売とテレ朝と同じ内容に見えるんだが、実態は大きく違うぜ。どういうこと？以前から説明しているように、日本政府はワッセナー、アレンジメントに基づき、この他国間合意に法的根拠を持たせるための、補完的輸出規制、キャッチオール規制、という法制度を設けているよな。それは経産省や外務省の公式ページでも説明されているわね。同時掲載のブログや元記事でもリンクを引用しているから、詳細を知りたい人はそっちを見てほしいわ。で、これは原則的に兵器転用可能な物資は輸出に個別許可が必要だが、日本政府の要求する安全基準を満たせた国のみ、特別に数年ごとの包括許可での輸出を許可するという制度だぜ。でも韓国側は、この、日本政府の要求する安全基準、が満たせなくなっていて、2年ごとに、安全基準が満たせていること、を確認する定期隊は、2018年6月、に出てこなくなり、結果1年後の2019年6月30日で、優遇措置の有効期限が切れた、というのが実態よね。そうだぜ。だから FNN の記事の、双方が2019年7月以前の状態に戻すべく、関連の2国間の協議を速やかに行っていくこととしました、というのは、新規に、優遇措置を行えるかの審査をし始めた、ということなんだぜ。そして、また韓国政府は、日本側の輸出管理強化について WTO、世界貿易機関に提訴しているが、関連する協議が行われている間、WTO 紛争解決手続きを中断するとしている、というのは、WTO での係争状態になったので、再審査も停止した、が、韓国側は事実上提訴を取り下げたので、審査を再開する、というだけのことだぜ。ああ、要するに韓国が WTO に提訴したからこそ、再度優遇措置を受けるための再審査ができなくなった、けど、韓国側が事実上提訴を取り下げるので、再審査が再開されたってことなのね。そういうことだぜ。なので次の連合ニュースの記事でも、規制の撤廃、ではなく、両国政府は日本による対韓輸出規制強化をめぐり、強化された2019年7月以前の状態に取り戻すため、速やかに協議していく。日本政府はこのため、韓国との輸出管理政策対話を近く開催するという、と書かれているわけだぜ。もし、報復のための輸出規制を行っていたのなら、韓国との輸出管理政策対話を近く開催、ではなく、規制の解除をする、となるはずで、再審査なんて話にはならないしね。あと余談だが、今回の件では、別件、としているメディア記事でも、あくまで、政府がそう言っている、としか書かれていないことからも、あの業界のダメさ加減が伺えるぜ。つまり、政府がそう言っています、とだけにすることで、自分たちの見解を出さないようにしているのね。そういうことだぜ。そんなわけで今回はここで終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。